オペラ歌手、タレント、女優と幅広く活動し、50歳を超えても若々しく、全く衰えを感じさせない森久美子さん。明るい人柄で男女問わず多くの年代のファンがいることでも知られています。1981年に修道女アンジェリカでオペラデビューし、そして1983年ナインにてミュージカルデビューを果たし注目を集めます。その後はバラエティ番組やドラマに出演するなど、オペラやミュージカルにとどまらず幅広い活躍で人気を集めていますよね。プライベートでは2001年に結婚し、家庭と仕事の両立をしながら幸せな生活を送るのですが、2006年に森久美子さんに悲劇が襲います。その悲劇というのが、旦那さんが交通事故を起こしてしまうのです。コンビニに行ってくるねと伝え出て行った旦那さんがバイクと接触し転倒、 ICU に搬送されて生命も危ぶまれるほど危険な状態に。その後一命を取り留めるも意識不明の状態が長く続き、意識を取り戻したものの脳にダメージを負った旦那さんは半身麻痺や言語機能を失うほどの重症の状態になってしまうのです。診断は脳挫傷、車椅子や介護が必要な体となった。旦那さんの介護生活となってしまった森久美子さん。この介護生活の中で様々なことを考え、努力も重ね、ダイエットもすることになったのです。私が夫を看取る、健康でいなければならないとテレビ番組内でダイエットに挑戦し、108kgあった体重を79kgまで落としたのです。そして旦那さんからはクリスマスプレゼントをもらったのです。それがスクワット。森久美子さんが仕事に行っている間にリハビリに励んでいた旦那さんは、ベッドから立ち上がると森久美子さんの前でスクワットを始めたそうなのです。旦那さんは今自分にできることは何かを考えてのスクワットだったのでしょうね。これを見た森久美子さんはもちろん泣いてしまったそうです。明るい笑顔の裏にあった苦労、そして夫婦愛に多くの人から反響がありました。ここまでの道のりは長かったのでしょうね。森久美子さんの旦那さんは一般人の方だったようで、何の職業なのかは分かりませんでした。テレビ番組のスタッフという噂ですが、現在どこまで旦那さんが回復したのか分かりませんが、今では自分だけではなく人の力も借りて介護生活を送っているそうです。語りきれないほどの苦労があったと思いますが、今後も森久美子さんは明るい笑顔であってほしいですね。森久美子さんは宮城県出身です。森さんの実家が金持ちだという噂があるんですが、本当のところはどうなんでしょうか。実は森さんの実家は森末旅館という旅館を営んでいたようですね。過去に日本プロレスの興行が宮城で行われる時には必ず宿泊に利用していたのだとか。現在は旅館は畳んでいるようですが、ホテルやマンションなどのオーナーということもあってかなりの金持ちだということですね。森さん自身も昭和音楽短期大学から東京芸術大学に進学した後に、ミュージカルの勉強のためにイタリアのミラノに2回も留学しているという過去がありますので、やはり実家からの援助で成り立っているでしょうから、お金持ちという説は正しいようですね。森久美子さんは霊感があることでも有名なんですね。霊感がある人が大柄な人に多いという話を聞いたことがありますので、確かにという感じですよね。霊感のあるエピソード、森さんが電車で間違って一つ前の駅で降りてしまったら、その後に人身事故があったそうです。ある旅館で寝ていたらバサバサバサと音がするので、恐る恐る音のする方を見ると、日本人家たちが凄まじい形相で両腕を上下に振っていたそうです。森久美子さんは霊感があることでも有名なんですね。霊感がある人が大柄な人に多いという話を聞いたことがありますので、確かにという感じですよね。オペラ歌手、タレントと幅広い活動をしている森久美子さん。実家は数々の著名人も宿泊した老舗旅館だったそうです。14歳の時にハワイで聴いたジャズ歌手サラ・ボーンさんの歌声に魅了され、音楽の道に進むことを決意、大学でクラシックを学び、その後イタリアのミラノへ留学もしています。オペラのレッスンを受けますが、ミュージカル、
マイフェアレディを見て衝撃を受け、ミュージカル歌手への転向を決めたということ。1982年修道女アンジェリカでオペラデビュー、1983年東宝ミュージカルナインでミュージカルデビューしています。その後はご自身の明るいキャラも受けて、バラエティ番組やテレビドラマにも出演していました。豪快な明るい感じで見ていて楽しくなりましたよね。今はテレビ出演などは少なくなりましたが、舞台などは以前と変わらず活動しているようです。テレビでは明るいキャラで皆さんを楽しませていた森久美子さん、私生活では2001年5月上旬に年上の一般男性と挙式し、同年11月に入籍されています。とても幸せな生活を送っていたようですが、2006年に旦那さんが交通事故に遭い、半身不随になったということです。その旦那さんをずっと介護しているということで、かなり衝撃的な生活ですね。一命は取り留めたものの、脳に深刻なダメージが残り、記憶や言語にも障害が残ったということ。旦那さんは車椅子での生活をしているということですが、森久美子さんは自宅をバリアフリーに改修したり、筆談で話したりと頑張っているようです。最初の頃は一人で頑張って介護をしていた森久美子さん、次第に辛くなったそうですが、介護士から言われた一言に助けられたということ、それは、家族は家族を介護できないよ、だからプロに任せていいんだよ、という言葉だったそうです。その一言に救われ、プロの方に任せるようにしたところ、森久美子さん自身も旦那さんも楽になったということで、頼る勇気に気づかされたということ、また、今は旦那さんを外に連れ出したりして、リハビリしているということですよ。夫婦でニューヨークへ行きたいという話もあるそうで、頑張ってほしいですね。森久美子さんの現在ですが、今も昔と変わらず精力的に活動しているようです。テレビへの露出は減りましたが、普通に舞台やミュージカルには出演していますしね。素晴らしい歌唱力、明るい人柄などは、今でもたくさんの人たちに支持されているということでしょう。2020年には岸谷五郎さん、寺脇康文さんが主催する劇団地球ゴージャスの25周年を記念した舞台星の大地に降る涙に出演。2021年3月にはミュージカルゴーズトにも出演していますね。またミュージカルレミゼラブルには1997年から続けて2021年も出演していました。他にもミュージカル、シスターアクト、天使にラブソングを、では主演を務め、2022年も上映が決定していますね。ということで、ミュージカル、舞台での活動がメインになっているようです。もう少しテレビ出演してほしいですし、音楽番組やドラマなどにも出演してほしいですけどね。今の暗い時代だからこそ、森久美子さんの明るい笑顔で世間の人たちを明るくしてほしいと思います。また旦那さんとの生活では、旦那さんもリハビリを頑張っていて、森久美子さんの耳元でクリスマスプレゼントとささやき、ベッドから立ち上がって床の上でスクワットもしてくれたそうですよ。旦那さんも頑張ってリハビリしているということで、涙が出てきちゃいますね。森久美子さんは旦那さんよりも先に死なないことが今の目標ということで、健康に気をつけているということです。それにしても介護生活が16年ってすごいですよね。普通なら介護生活が大変だと思いますが、森久美子さんは旦那さんの介護ができて幸せと思っているそうですよ。そんな風に旦那さんの世話をできるって本当に愛しているんだと思います。心から愛していないとお世話なんてできませんよね。そういう意味では、二人は愛し愛されている理想の夫婦と言えそうです。ということで、とても元気な森久美子さんですが、実はネットでは死亡説も出ていました。これこそテレビへの出演が少ないってことが影響しているのかもしれませんが、本人は元気だよと完全否定していますね。ラジオ番組もやってるし、お節のプロデュースもしているということで、元気いっぱいのようです。これからも健康に気をつけながら旦那さんと素敵な生活を送ってほしいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次回でお会いしましょう。